奥田一郎から1928年10月13日は戦前日本の教師。薄い英学校教頭、北越学館教授、東北学院教授、岡山県津山神城中学校教諭、第五高等学校教授、滑水女学校教頭、日本女子大学校教授。五高時代に夏目漱石と同僚となり、生涯交流した。 明治3年5月23日または22日、京都に岩倉智美歌心、奥照太郎の次男として生まれた。原石は東京府京橋区松山町3丁目17番地。記事は水戸とする説もある。1882年12月下京区公立、長松小学校中等科全科を卒業し、1883年1月私立名林館に入学して、 漢文学を学んだ。9月、岩倉ともみの勧めで、私立同志社学院に転じ普通学を学んだ。1888年6月同志社、学院英語普通科を卒業後、10月群馬県、薄井郡原子町私立薄井英学校教頭となり、英語、数学を教えた。1890年3月薄井英学校を退職し、4月同志社時代の先輩。 麻生昭蔵の招きで、新潟市市立北越学館教授となり、英語、数学、経済学を教えた。1892年3月北越学館を退職し、4月から仙台市市立東北学院教授として、英語、歴史、社会学等を教えた。明治263月東北学院での送別記念写真。前列右から5人目が太一郎。 三人目は、押川俊郎。1893年3月東北学院を退職し、9月帝国大学文科大学哲学科に入学、専科生として、ラファエル・フォン・ケーベルに哲学、美学、黒川真に・マヨリに国文学、島田重霊、田中義成に漢文学、神田内部にラテン語、オーガスタスウッドに英語、カール・フローレンツにドイツ語、 ルートビヒリースに、死学、飯島勲に力物学、中島力蔵に、論理学、富山昭一に、社会学、元良雄二郎に、心理学、野尻誠一に教育学、坂木はじめに、精神病論を学んだ。1896年6月10日尋常、中学校、高等女学校、尋常師範学校英語科教員免許を取得し、20日、 岡山県津山神城中学校雇い教員、7月29日教諭となった。12月1日神城中学校倫理科、高等女学校就進科、教育科、神城市藩学校就進科、教育科教員免許を取得し、1897年5月25日、卒業した。1900年5月の後公共受人と生徒。第2列右から6人目が、 夏目漱石、七人目が、桜井望紀、校長、九人目が、小島勇、十二人目が太一郎。第三列右から五人目が遠陣、塩山人寮。1898年津山中学校長、菊池健二郎と、帝国大学時代の教師、神田内部の推薦により、第五高等学校英語科教師、夏目漱石から赤木道弘の公認を要請され、 3月18日一度、立ったものの、再度の要請を承諾し、1898年3月31日津山中学校を退職し、4月4日後公英語科講師を嘱託された。10月11日教授、1899年9月19日、工学部英語科主任、12月16日社官心得となり、1900年1月22日社官を兼任した。 1901年2月27日から3月8日、大分県中津中学校、福岡県福岡工業学校、周遊館、長崎県久島学館、五校医学部、長崎中学校、私立鎮勢学館、私立滑水女学校、佐賀県第一中学校、福岡県秋吉校、練習館を視察した。1903年10月16日、大学予科評議員、 11月16日、大学予科担任となり、1907年6月15日、ご校生徒官を、兼任、1910年9月15日生徒課主任となった。1911年九州学院寄宿舎、入り口前の進学部教授陣と進学生。前列左から二人目が、東山サブヨシ、三人目が田一郎。 1911年を校の同僚園三人寮が、開校した九州学院用科で非常勤として、心理学、論理学を教えた。1913年3月17日を、校生徒館、3月20日生徒化主義を辞職し、1914年2月6日、後校を退職した。1914年2月20日、長崎市立下水女学校教頭となり、英語。 修身、教育学を教えたほか、財団法人活水女学財団理事に就任、1919年3月13日、活水女子専門学校を設立し、4月同校教授を兼任した。1920年8月31日両校を退職し、9月再び園三人寮に招かれて、九州学院教頭となり、キリスト教修身、英語を教えたほか、 新学部で英文学を教えた。1923年3月九州学院を退職し、5月北越学館時代の同僚、麻生肖蔵の招きで、東京日本女子大学校教授となり、附属高等女学校でも教えた。1928年10月13日日本女子大に在職のまま59歳で死去した。1九百年七月頃夏目漱石の、 イギリス留学にあたり、熊本市、重富写真館で撮影した送別写真。前列右が宗席、左が大一郎、後列左が遠山三ブヨ右は後高生と木村鎮夫としか。幼くして兄、奥亀太郎と共に、キリスト教に親しみ、日曜学校に通った。九州学院時代は、日本福音、ルーテル教会熊本教会に所属したが、 1921年2月24日、熊本協会から九州学院協会が分離すると同協会に移籍した。日本女子大時代は日本福音、ルーテル協会東京協会に所属した。哲学ではエマーソンを愛読した。五校では激務として敬遠される社官等の役職を引き受け、1910年4月15日には12年間、無欠勤の症状を受けるなど、 勤勉、律儀な人物で、漱石にも、真面目な人と評され、社官などはついたちも致すべきものに無のと、ありこうと、関心されている。他方、五光や日本女子大の生徒にとっては、印象の薄い存在だったと見られ、漱石の作品にも、大きな影響を認められないが、そのような不干渉な性格が漱石との仲を長続き、させたとも考えられる。五行時代、 しばしば同僚と旅行に出かけた。1897年後から6月または8月、新任、木村国彦歓迎のためかの高吉、山川信次郎、夏目漱石と天山温泉へ旅行し、湯の裏の前田かか別荘に立ち寄り、次女、前田高子の案内で、岩と観音、鈴見が滝等を観光した。1899年1月1日には、 宗石と二人で、ヤバ系旅行に立ち、小倉、宇佐八幡宮、羅漢寺、口の林、ヤバ系、守るみ、大石峠、北、吉井、山川を岩家をめぐった。1900年1月の冬季休暇には、宗石、小島勇とひなぐ温泉に旅行した。宗石とは、歌いの稽古を通じても交流した。ある日、宗石が妻京子に、自身の歌い声を冷やかされた際、 漱石は奥のを聞いてみろ。お湯の中で手が浮いたようなひょろひょろ声を出すんだから、あれから見ればと応じた。後日奥が漱石宅で歌いを披露すると、実際に全く珍妙な歌い姿勢だったため、入浴中の京子や台所の女中は笑いを耐えるのに苦労したという。ありがとうございます。